駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、これを迎えてます。日本懐かし10円ゲーム大全でーす、ね、今回なんですけどね、こちらのミサイルフィーバーね、まあ、この機械ね、まあ、小型ゲーム機のパイオニアといってもね過言じゃないぐらいのね、まあ、ヒット機なんですけど、これね、なんか私昔から思ってたのが、これ全掛けするとなんかね、この安いあたり、この兵隊化レーダー、これ2倍なんですけど、これがねなんかね当たりやすいような気がするんですよね。まあ、この辺はね、まあオッズが高いんですけど、例えばここだとこの戦車か飛行機だとこっちも当たりなんですよ。なのでこっちじゃなくてね、こっち、このね、これが一番まあ全ゲット安い当たりなんで、なんかねここが出やすいような気がするんですね。なので、ね、まあ今回ねそれを検証しようということでね、まあ10回やってみてね、どんな結果になるか、まあ10回中何回ねこの全掛けするとこのね安い値が出るのか、ではね早速検証してみましょう。チャンネル登録でござる。それではミサイルフィーバーを全掛けすると安い値が出やすい検証、全掛け10連スタートしましょう。ひたすらこれを全掛けをするです。昔いっぱいだから、ベッドするのに時間かかる。まあそんなに、でも増えて消耗悪いとのって感じね。まあでも全掛けオートスタートはついてるってことね。ここかここが安いあたり、まあそれ以外が当たれば、まあまずね、1回安い当たり、1回目安い当たり、まあまあ想定内というか、これがな何回出るかだよな。全掛け10連2回目、まあ、1回目はね、やはり、まあ、やはりというか思った通り安い当たりが出ました。まあ4枚以外が出るからな。あ、やっぱここなんだよな。ということでね、安い当たり4枚、2回目も安当たりか。3回目、まあ、ミサイルフィーバー全掛け充電すると安い当たりが出る。もうこれは都市伝説と言っていいんじゃないでしょうか。都市伝説というより事実かな。あ、また安当たりということで、3回目も4枚。かけ方変えるか。かける順番。
これ4回目。今のところ3回やって、3回とも安いあたり。わ、4回目も安いあたり。4回連続4枚。これはもう確定か。今度渦巻き型でこうかけてて、こうかけ戻る。どうだ。いやー、これなんかちょっとプログラム入ってるような気がするな。あ、来た。やっぱりもう5回連続ですよ。5回連続。これ発見しちゃったかな。この機械は昭和いくつだったっけ、58年だったかな。じゃんけんマーも出る、ちょっと前かな。あ、6回目。わあ、6回連続。40年ぶりに発覚か。ちなみにこれ、あ、上にメダルが積んであります。わあ、やっぱり4倍違う、4枚か。ということで、全掛け、10連7回目も4枚。今のところ7連続安い当たり。全掛けするとここかここしか止まんない説。まあだったらお大事にプレイ、メダルいっぱい持ってて、こうメダルの消化に走ってる人からは、まあメダル回収モードになるってことなんですかね。プログラムされてる、まあ、これ明らかになんかちょっと、次8回目だもんな。あ、これ明らかにプログラム入ってるな。全掛けする人からは回収するっていう。8回目も4枚。
止まる位置は変わるんだけど、4倍っていうか4枚か。まあだからピカデリーの全額ゼロが出やすいと同じで、でもピカデリーはゼロが出やすいだけで必ずゼロじゃないんだよな。まあ全撃すると意外とまあメダルが出ることも意外とある。いやこれ明らかにでもここかここだもんね。まあゼロがない分、2倍の安いあたりに、あ、ほら、もう9回連続だもの、ね、9回目も4枚安いあたり、1、2、3、4、5、6、7、8、9回。じゃあこれね、ラスト、もうこれで4枚あたりだったらもう確定としていいでしょう。プログラム入ってると。さあ、どうだ。まあ私はもう。まあプログラム入ってんじゃないかなと思います。これね、全額するとここかここ、もうメダル持て余してる人が回収するプログラムが入ってるに、あ、やっぱりな。これ10回連続なんで、まあもちろん目は変わるんだけど、もう10回連続ね、全額するともう4枚一番安いね当たりが出るってことでね。まあこれね、まあ何らかのねプログラム、回収プログラムがね入ってるということがね、まあ検証結果からね読み取れますね、うん。まあバラでかけるとね、この内容も出るんですよ。あとはまあ7とかも出たりするんだけど、やっぱ全額するとちょっと回収プログラムが発動するみたいですね。皆さんもね、まあ、私10回やってみたんで、まあもっとね、いや10回じゃ足んないってね思う方は、まあ20回でもね30回でもね、まあ検証がてらね、ミサイルフィーバー全掛けやってみたらどうでしょうかということでね、ミサイルフィーバー全掛けすると、安い当たりが出るっていうね、この都市伝説、信じるか信じないかはあなた次第です。じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バーイ。